なんチャンネル。こんにちは、森アンナです。本日は月末契約書開封会。あ、明けましておめでとうございます。ということで、今月貯めた契約書はこちらです。簡単、噛み方がえげつない。よいしょ。ということで、今月はゴールド契約書27枚、S ランク 10% 契約書15枚、 S ランク 30% 契約書3枚、 S 契約書が2枚、合計47枚。惜しい、48にしたかったんですけど、ちょっと1枚どうあがいてもダメでした。なので今回は47枚一気に引いていきたいと思います。それではやっていきまーす。思いつきません。なんチャンネル。まずは狙いの選手を発表して、それを後に引いていきたいと思います。ちょっと今日甘噛みがすごいですが、久しぶりの動画なので見逃してください、すいません。 A ランク狙いの選手第3位は藤井選手です。藤井選手はあと2枚で極みなんです。実はなんかちょこちょこ多分動画とか見ていただいてる方はわかると思うんですけれども、意外と藤井選手の A ランクが出ていまして、あと2枚で極みなので、頑張って極みにしていきたいと思います。 A ランク狙いの選手第2位は山田哲人選手です。山田哲人さんは今現状を持っている選手は極みなんですが、新しい選手が出た場合、もしくは今持っているアニバの山田哲人さんにする場合、ちょっと継承するっていうのは考えてないので、その場合山田哲人さんが4枚なので、 A ランクの山田哲人さんあと1枚欲しいんですよ。Do you understand? ちょっと私も何言ってるかごちゃごちゃしてるんですけど、とにかく山田哲人さんが欲しいです。そして A ランク狙いの選手第1位は大瀬良選手です。大瀬良選手はあと2枚で極みなので、ちょっとここらで2枚ちょこちょこちょこっと出ていただけると助かります。それでは S ランクの発表に行きたいと思います。 S ランク狙いの選手第3位は清水選手です。清水選手はリーグ用に欲しいです。ずっと言ってると思うんですけど、なかなか出ていただけないです。お願いします。 S ランク狙いの選手第2位は高梨選手です。高梨選手はリアタイの中継ぎ要員で欲しいです。結構高梨選手が欲しいっていうの珍しいかも、私は。まあでもなんといってもやっぱこれ高速スライダー、もう本当にわからないやつね。もうタイピンなんて出てしまった時にはもうごめんなさいって感じです。本当にリアタイで使う機会がなくて、まあ、使われる機会はめちゃめちゃ多かったんですけど、ちょっと苦戦させるためにもここらで高梨選手もやっていきたいと思います。ラスト S ランク狙いの選手第1位は山田哲人さんです。先ほどの A ランクにも話があったように、今使ってる山田哲人さんめちゃめちゃ強いんですけど、スピリッツが3802ということで、ただちょっとこの山田哲人さんを継承はしたくなくて、一応新規で取ってまた新たに育てていこうかなっていう狙いではあります。とりあえず山田哲人さんお願いします。ということで皆さんお待たせしました。引いていきましょう。あと20時間、危なかったです。ゴールド契約書からまずは引いていきたいと思います。ゴールド契約書10連目、レッツゴー。さあここであるのか。ちょっと演出的には白いです。かなり白いけど最後まで諦めない。あ、まあまあ A ランクがね、来ていただけたということ。桑原選手、こんにちは。A ランク1枚。さあどんどんいきましょう。ゴールド契約書20連目、白いな。おお、真っ白、真っ白。あ、もうないのか。ということで7枚いきます。まあまあまだわからないですかね。おお、白いね。
おわしょい白いでした。ということでゴールド契約書からは A ランク27枚中1枚だけ出てくれました。ありがとうございますということでここからは S10% 契約書になります。ちょっと15枚あるんですけど1枚ずつ引きます。楽しませてください。まずは1回目。お、あるか。なんと1回目から超えられない。森下選手こんにちは。森下くん嬉しい。 S ランク 10% 契約書2年目。 10% の壁がなかなか超えられないんですよね。おっと聞こえてる。ありがとうございます。お願いします。あマジですか。いやまあ確かに A ランクの藤井選手欲しいって言ったけど S ランクでなんと来てくれました。ありがとうございます。藤井選手こんにちは。では S ランク 10% 3年目。あるか。おえ超えすぎ。嘘。ありがとうございます。もう阪神の選手はウェルカムです。ちなみにこの3は3年目だよっていうのを忘れないようにやってます。佐伯選手こんちゃん。すぐに何年目だったか忘れちゃうんですよ。で指でここでやってたんだけどびっくりして上に出てしまいました。まあさすがにか。そうですよね。 A ランク。おお糸原選手こんちゃん。S ラン確率 10% 契約書5連目。ちょっとあれれれ。おークリアレンス集こんちゃ。 S ランク確率 10% 契約書6連目。A ランクもね、そろそろお願いします。宗選手こんちゃ。 S ランク確率 10% 契約書7連目。あー白いなー。けどこっからねバリーンする時もありますから。ないですミノル選手こんちゃ。S ラン確率 10% 契約書8連目。今回でも15枚あるので今半分ぐらいか。贅沢だ。はい吉田選手こんちゃ。 S ラン確率 10% 契約書9連目。信じてるよ。福田選手こんちゃ。 S ラン確率 10% 契約書10連目。ケムナ選手こんちゃ。S ラン契約が11年目。言えなかった。白い。おお、中野選手、こんちゃ。S ラン確率 10% 契約書12年目。ここでね、紙吹雪みたいなの。なってくれると嬉しいんですけどね。なかなか今日見れてない。中野くんガチャ中野選手こんちゃ。13年目。残りちょっと。おっとホームランで逆転サヨナラのチャン
来ました。中野くんガチャあれあれ、いやいや、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、あれ今中野くん中野くん中野くんじゃない？三中野くんということで、サンプラザ中野くんえ、こんなことある？いやいや、でも嬉しいです。いや、めちゃめちゃ純正なんで、もうありがとうございます。中野選手こんちゃ。14年目、もうさすがにね、中野くんはさすがにだと思うんですけど。おー、びっくりした、びっくりする、中が一緒中村選手こんちゃ。ということで S ランク確率 10% 契約書はラストになりました。15連目、いやー、ラスト、ラスト狙いの選手で締めてほしい。いやー、湯浅くんも嬉しい。湯浅選手こっちゃ。阪神の選手が出ると嬉しいのよね、普通に。ありがとうございます。ということで続いて S ランク 30% 契約書3枚引いていきます。1枚ずつさせ。さあ、 30% の壁は越えられるのか、あるか、わからんぞ。ああ、本田選手こっちゃ。 S ラン確率 30% 2連目。おー、ありがとうございます。さあ、山田哲人さん、高梨さん、清水選手お願いします。中村選手S ランク確率 30% 契約書ラストです。ここはない。おお、今日ホームランで逆転サヨナラのチャンス、めちゃめちゃ見れた。ありがとうございます。最後 30% ラスト。わー、森選手こちゃ。ここまで来てしまいました。いやー、ちょっと自陣も変えていこうかね。一応原価継ぎみたいな感じで、山田哲人さんが一番の狙いなのでヤクルトにしてきました。ということで S ラン契約書引いていきたいと思います。山田哲人さん、高梨選手、清水選手お願いします。頼んだぞ、コナミさん。うおーかぶってる、佐々木朗希選手こんちゃ。愛用が長い。いやー、ラスト1枚になってしまいました。ちょっとね、契約書開封はね、割といい引きする時もあるんだけど、お目当ての選手がね、なかなか引けないっていう状況が多いので、ここらでね、一回ちょっとっていう引きをしたいと思います。ちょっと自分でハードル上げましたが、ラスト引いていきましょう。テッドさん、テッドさん、テッド、テッドさん、テッドさん、テッドさん、テッド、テッドさん、テッドさん、もういや、惜しい、いや、嬉しい、なんとも言えない感情。村上選手こんちゃ。しかも出てます、確か福袋かな、出てるので、よかったら動画見てみてください。ということで今回の引きはこんな感じです。桑原選手から村上選手までです。 A ランクが14枚、 S ランクが7枚ですね。いや、でもかなり今回は良かったんではないでしょうか。まあ、藤井選手の A ランクが欲しいって言って S ランクが出たのはありがたいです。そしてまあ、中野くんもやっぱ純正なのでね、ありがたいんですけど、ここね、ほら1、2、3連発なの。
中野くん中野くん中野くん中村さんでびっくりするって。でさらに湯浅さんなんでもう挟まれてますね。なんかちょっと最近カープが多いんですよね。めちゃめちゃ先生早しろって言われてるような気がしてます。まああとはそうですね、もう丸選手もね巨人巡戦も進めてるというか、まあゆったりとやってる感じなのでありがたいし、まあ、朗希くんはもうはい、いつも通り足が長いなっていう感じ。まあ村神様ですよね。いや嬉しいんだけどね、嬉しいんだけどもめちゃめちゃ嬉しいんだよ。もう超贅沢なこと言ってるの分かってます。もう殴られること覚悟なんだけど、そのここなのよ、ここの選手がね外さんになっちゃうんだよね。外さんだとミートがねちょっと、はい、ということでまあ結構今回はオーダーは強化できたし純正も強化できたんじゃないかなっていう回になりました。皆さんのね契約書、最近こんな選手出たよ、この選手出たよ、この S10% からこの選手出ましたとか、そういうお話があったらぜひコメント欄で教えてください。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今年もいい1年にしてね。